か。意で害せず、成人の道はなして争わず。彼女が目覚めた。ケビン、少し部屋を出てもらえるかしら。彼女と二人で話したいことがあるから。大丈夫？不安。博士、これは。無理に目を開けようとする必要はないわ。リラックスしたままでいて。私、何が？あなたは予想よりもずっとよくできた。それだけよ。長編因子はまだ活性化し続けている。データによると、その影響であなたの筋肉強度や神経反射のレベルが大幅にアップした。とにかく心音実験は成功よ。話さなくても大丈夫よ。私が直接答えるわ。今のあなたは最初の変化に適応している。けどそれには時間が必要なの。心音の拒絶反応を和らげる原理についてはすでに説明済みよね。アポニアの戒律と同じように、それはあなたの脳に直接作用する。私たちの予想通り、心音は人類の意識と肉体を調和させ、成功を促し、体をより崩壊エネルギーに適した方向へと変化させられる。だけど不安にとってはもっと特殊な意味があるの。クワ、彼らの因子によってあなたは優れた生命力と記憶力を手に入れた。今後神音は長い年月の中であなたの才能を開花させ続けるでしょう。今のあなたはまだ若い選手だけど、未来であなたがたどり着くゴールは大多数の人々よりも遠くなるかもしれない。運命はあなたに道を選んでくれた。長編因子が自分にどんな影響を与えるのか、心音実験の成功率はどのくらいなのか、誰も予測はできないけれど、あなたの身には確かに奇跡が起こった。私が話したいことはそれだけよ。きちんとお休みなさい。この機会にちゃんと考えてみて。それと、あなたにとってはいいお知らせかもしれない。今後はもう角長編のことを心配しなくても大丈夫よ。心音は一つの触媒だけど制限でもある。暴走しても瀬戸際で崩落を止めてくれるわ。
だけど同時に脳は人体で最も複雑で最も弱い部位だってことも忘れないように。意識にとってはわずかな介入さえも水に石を投げるようなものよ。心音があなたの潜在意識に影響を与えるとき、あなた個人の意識もその中に滲んで心音の一部になる。あなたの思考になるの。心音がどんな風になるのか、それを予測できるのはあなただけよ。未来はあなたに任せるわ。待って博士、まだ話したいことが。静かな時。いいえ、私自身も予測できませんでした。魔に落ちた者は死すべし。あくまで一つの学説だよ。彼らにとって時間と現実は偽りの概念。君が見るすべては君がそれらを認識した瞬間に作り出されるもの。共に作り出されるものの中にはそれら自身の歴史も含まれている。めちゃくちゃじゃない。もう一つは？もう一つの学説は、時間と歴史はすでに全部尽きている。僕たちが経験するものはその過程の反射に過ぎない。そういった反射は薄暗くなっていくが、僕たちはどうすることもできない。もういいわボサ頭。それでどうして急に時間に関する妄想の話をしてるわけ？ああ、時間。君が無駄にしてきたものに関して人々がそれをどれほど考えたのか君も知っているはずだよ。うるさい。あんなのただの実験事故でしょ。そこに立ってないで早く精密部品のテストを手伝いなさい。めんどくさいわね。私たちが二人でやっても復元するのに一日かかるわ。どうぞ。笑ってるの？気持ち悪いんだけど。アインシュタイン博士、テスラ博士、お邪魔でしたか？いや、いいタイミングだったよ。何か用事でもあるのかい？テスラ博士と会う約束をしていまして。会う約束？あ、そう、ロサ頭の言った通りよ。ちょうどいいタイミングだったわ。昨日の身体能力テストを覚えてる？データに関する問題を見つけたんだけど、サンプルが少なすぎて戦闘テストも必要になったのよ。必要な機構はすでに用意してあるから、今から。まあいいわ、もう一度用意するから。そうだボス頭、一緒に。ボス頭、戻ってきなさい。まあ今は最も簡単な戦闘テストしかできないわ。しかもう少し準備が必要かしら。いいえ、そのまま始めましょう。テスラ博士、天の道は利して害せず、聖人の道は害せず。
終わりました、テスラ博士。ええ、データは十分よ。どうやら私の判断は間違っていないようね。今あんたの体は健康で、各項目の指標も戦士の中で最高ランクだった。立社コアによる負担もその不活性化とともに消えた。ただ実戦に関して結果はあまり理想的とは言えないわね。補うように努力します。努力の問題じゃないでしょう。大事なのは支配の鍵を使用しなければ崩壊エネルギーに対するあんたのコントロール能力は怪我を治す前とあまり違いがないってところよ。まだ自分の体の状態に慣れてないからなの。じゃあ、あの信用のせい？はい。肉体が元に戻ったとしても、私の精神状態はもうあの頃には戻れません。オットーとは関係ありません。彼と知り合う前に、私は剣心を亡くしました。あの頃から、心音による影響も消えました。いいところも悪いところもです。だけど、あんたが前に話した原理だと、心音は直接脳に作用する潜在意識療法で、あんたの体に対する影響は不可逆のはずよね。もう一度それを呼び覚ます方法はないの？あんたの体は、ああいう状況に長い間慣れていたのに、きっと昔みたいに戻す方法があるはずよ。テスラ博士、ご厚意感謝します。ですが、遠慮します。呼び覚ましても、おそらく悪いことにしかなりません。でなければ、彼女だってあんな代価を。私はもう昔の私に戻りました。また心音を受け入れる前のあの頃に戻って原点からやり直します。それは私にとってこの上ない幸運です。わかったわ。もう一つ質問してもいいだろうか。心音の影響は消え、あなたの体も元に戻った。では崩壊獣と同化する力は、第二次崩壊の時に僕たちはジークフリートの身にそういう変化が起きるのを目撃したんだが、今のあなたもそれが可能なのだろうか。やむを得ない状況でしたら、たとえ本当にそうせざるを得ない状況になったとしても、仲間が全員離れた後でなければ私はそうしません。さもなければ私は逆に彼女たちの敵になってしまいます。つまり今のあなたにとっていざという時に使える切り札は一つも残っていないということか。そうですね。退去検診もダメなの？時間の前後から見ると第二次崩壊の時に向き合った状況は今よりもずっと最悪だったはずなのに、あんたはそれを使うことができたじゃない。当時はまだ都政の羽を持っていましたので例外です。それにあの戦いの中で退去検診にも失敗する可能性があることを知りました。あ、それって。ええ、あの時別の存在が律者の代わりにあの強い一撃を止めた。え、どうしたの？何か新しい発見でもあったの？いえ、ただある不可能な可能性を思いついただけです。は？何それ、もったいぶらないで。いえ、ただ今の時代ではその可能性を確認できる相手がいませんから。先生が助け、可能性を確認できる相手はいない。何事にも絶対はないのに。休憩時間ですから。